皆さんこんにちは。今回は伊豆急3000系アロハ電車の試乗会&撮影会に参加してきました。10時40分頃、伊豆高原駅、改札前にて受付をしました。時間になりホームへと移動します。これがアロハ電車ですか？違うわ。という冗談は置いといて、3000系が入線しました。ここからは、走行音などを楽しんでもらうために、字幕のみとさせていただきます。本当は編集めんどくさ。皆様お待たせをいたしました。デビュー前日特別プランの試乗会への撮影会、イベント列車発車をいたします。終了までマスクの着用は必ずお願いいたします。飲食時を除きましてマスクの着用は必ずお願いいたします。また受付時にお配りいたしましたラクダの着用も必ずお願いいたします。ラクダの着用も必ずお願いいたします。今年にあたりましてはラクダに号車番号に搭乗していただきますようお願いいたします。この電車は一番先頭が1号車、一番後ろが2号車でございます。車内の表示につきましては一番先頭が5号車となっておりますが、5号車が1号車としてお願いいたします。車内表示の6号車は2号車、7号車は3号車、8号車は4号車としてお願いいたします。
ていくお荷物におかれましては、座席の上か紙テープの上に置いていただきますようお願いします。水木下田到着後におかれましては、皆様ラクダを着用の上、この団体臨時列車専用のお客様の臨時改札口をご利用ください。臨時改札口をご用意しておりますので、そちらから入出場をお願いいたします。入出場の際はラクダの着用を必ずお願いいたします。では臨時改札口をご利用ください。一足早くご乗車いただける特別プランとして、本日ご乗車のお客様限定で運転をいたしました。お申し込み人数につきましては約350名ほどございまして、本日は160名ほどのお客様にご参加いただいております。応募につきましては350名ほどございまして、本日の参加のお客様は約60名ほどでございます。明日から普通電車としてアロハ電車がデビューいたします。引き続きアロハ電車、またリゾート21など伊豆急行の車両をよろしくお願いいたします。手続きの外まで皆様お出になりますようお願いいたします。